ことありますか？サワラジオ。じゃあちょっと 2,3 質問させていただきますね。サワラズについてと、その話を聞いたのはどこでですか？
骨董屋さんで、ごめんなさいね、ちょっと漢字知らないですけど、骨董屋さんで聞いた。はあ、はあ。で、それで、はいはいはい。何なのかが分からなくて気になってると。何なのか分からなくて気になって眠れない。ああ、気になって眠れないと。それを探す理由もよくわからない。それを探す理由もよくわからないと。なるほど。それとは何か症状あります？いや、私もね、そんな、何でも嫌ですけど、その正体の知らないものはちょっと、ね、まあ、探しようがないので、一応、いくらかかってもいいっていうんだったら、探しますけど、ただ他の仕事を並行して、やる感じなんで、それ、触らず探し屋になるわけじゃないんでね、何でも屋とは言ってますけどね、何でも屋とは言ってるんですけど、まあ一応見積もりとしては、まあ今ぐらいになりますかね。はい、今ぐらいになりますね。じゃあもう早速明日から、ちょっとさ、明日から、取り掛かりますんで、作業に、まあ、ちょっとやりようがないですけどね。一応まあ図書館行ったりなんだりっていうのをやってみますね。はいはい、これで大丈夫ですよね。あ、はいはい、大丈夫です。はい。マリオ。
同じ時期に、出陣なんて。浜川君、おめでとう。ね、俺たち3人、いやー、このもんは合うもんだね。いやー、まさかこの近所の、3人が、こうやって同じ時期に、同じ時期に、いや、来ると思わなかったもんね。正直じゃね。ねえ、まさか同じ時期に、これ、出陣とはね。頑張っていきましょうね。頑張って、玉砕。ね、玉砕で、玉砕でいきましょう。ね、そこんとこ。で上司を失ってしまった特務玉数、幼い妹を、一人残し、幼い妹を家にもかかわらず、1944年8月初頭その玉数にも、召集令状が来てしまったのである。これはちょうど1944年、1945年の、終戦から約1年前の、悲劇である。果たして玉数は鬼悩む玉数に一体、今後どんな運命が訪れるのであろうか。それは誰も知らない。
崩れ落ちてきた家屋の下敷きになり命を落とした。悲しむ暇もなく僕は幼い妹を妙子の将来を憂いた。この先生きていけるのだろうか、この乱世に。そしてこの時代に幸せになれるのだろうか。そんな背中中村とマリオですね。ちょっとですね、私にも、俺にもおばあちゃんっていうおばあちゃんがいたんですよね。いてですね、でそのおばあちゃん、まあ、ちっちゃい頃ですけどね、もう死んじまったんでね。それとおばあちゃんがいて、でいたんですわ。もうひどくボケてて、もう、スーしか言えないんですね。スー、スー、スーって、しか言えないぐらいもう、ボケちゃっててる時の記憶しかほとんどないんですけど、それよりもうちょっと前にですね、そうなる前、もうちょっと前に、私がもっとこうちっちゃかった頃はまだ普通に話せてたんですよね、そのおばあちゃんってもんがね。でそのおばあちゃんに、昔こんなことがあったんだよ、あ昔こんなことがあったんだよっていうね、話をよく聞かされてましたね。まあ、戦争の時の話とかですよね。まあその私のばあちゃんとばあちゃんに、お兄ちゃんがいたんですけどね。まあそのお兄ちゃんの話っていうのはよく聞かされてましたね。でうちのそのばあちゃんっていうのがしょっちゅう鼻毛を出してるんですよ。鼻毛を伸ばしてるっていうか、鼻毛がよく伸びるんですね。でこう顔をね、横から見ると、なんかもう本当鼻毛がサメの牙みたいに、なぐらいギザギザだと、鼻から出ててですね、よくそのばあちゃんの鼻毛をですね、私はそのちっちゃい頃ですけども、その頃はもうトロサブロいますからね、まだ生きてるから、もう30年ぐらい生きてますけどね。まあ、それはまた別の話なんですけど、そのサメみたいな鼻毛をよくハサミで切ってたっていう記憶がありますね。でそのハサミでそのサメの牙の鼻毛を切ってた時ですね、まあさっきほども言いましたけどもそのお兄ちゃんの話ですね、おばあちゃんのお兄ちゃんにあたる人の話、まあ戦時中の話っていうのをよくよくよく聞かされてたんですよね。
もしもし。はい、なんでも屋の、はい。なんでも屋の中村田ですが、はい、お世話になっております。はい。あ、そうなんですよ。サワラズの調査ですね。ちょっとですね、図書館とか行ってもですね、全く、ちょっとわからないんですよね。全くちょっと所在もわからないし、その情報がちょっとね、少ないんで、まだ調査中っていう形になりますけど。引き続き調査なさいますか？一応、来週、週末、来週金曜日ですね。来週の金曜日で、まあ、調査は一度打ち切りっていう形になるんですが。はい。はいはいはい。2ヶ月伸ばしてほしい。あ、はいはいはい。2ヶ月、更新と。あ、それ、うちは大丈夫ですけど、はい。あ、なるほど。気になって眠れない。あ、なるほどね。そうですよね。私もそうなんですよ。ちょっとね、眠れなくてですね、眠れないという。ね、でもそうなんですよ。ほら、ああ、コット屋さんで聞いた。はい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 、コット屋さんでね聞いたっていう、そのコット屋さんがどこにあるかっていうのはちょっとよく分かってないんですけど、はい、あ、そうなんですよね。気になって眠れないね。はい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 、そうなんですよね。まあ、どうでしょうね。ま、2ヶ月更新なんで、またうちの方も儲かるんで、本当に助かるんですけど、ちょっとまた、やってみましょうね。気になって、そうなんですよ。気になって眠れなくってですね。もうとんでもないです。本当ね、うちもね、いろいろやったんですよ。この間。やったんですけどね、もう何がなんだかよくわかんなくってですね。それはね、何でもやとは言ってますけどね、それは何でもできるってわけじゃないんだ、ないんですよ。何でもやとは言ってるんですけども、そうなんですよね。だからね、まあでもやりますよ。全然、仕事をやる、仕事があること自体はありがたいことですからね。まあ、全然ね、やっていきたいなと思って。あ、そうですか。はい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 。早く見つけ、ああ、ほんとね、うちも頑張ってるんで、諦めずにちょっと調査していきましょうね。はい、じゃあもうお見積もりはこの間と一緒でよろしいですね。はい、はい、はい、わかりました。あ、はい、わかりました。それではじゃあ、はーい。はい、お疲れ様です。はい、失礼します。